ホイヤーベルクは日本の競争は主な勝ち倉に2020年の新潟ジャンプステークス。場名の意味はドイツ語で花火。2015年11月21日、京都競馬場での2歳新馬戦でデビューし、13着。4戦目で初勝利を挙げ、500万した条件は5戦目。2017年5月の荒川京都区別で勝ち上がって1000万した条件に、 上がるも一層もしないまま夏に500万した条件に、高級。高級2000目のバンダイ橋特別を買って、再度1000万したクラスに上がり、8000して2着と3着を、それぞれ3回ずつ重ねた後2019年2月の、琵琶湖特別に勝利して、準、オープンクラスに上がるが、5000して5着以内が一度もない、まま障害競争に転じる。 2020年4月の障害初戦を3着とした後、続く障害未勝利戦で障害初勝利を挙げ、7月の障害オープンを勝った後臨んだ、新潟ジャンプステークスでは、後後ろからの競馬から、最後はメドーラークを6馬新作出して、重賞初制覇を果たした。秋初戦の阪神ジャンプステークスで7着となった後、休養に入り、2021年は、 春麗ジャンプステークス、東京ジャンプステークスともに6着以下に終わったが、新潟ジャンプステークスでトゥルボーの3着に盛り返した。以下の内容は、ヤビスサーチ、netkeiba.com に基づく、障害性は平均1回。ありがとうございます。